さあそして松井さん、はい、あのー、今回ゲストということでよっしいいただいたあの完成、はい、披露イベントでもおっしゃってたように本当に見事な悪役を見せていただきました演じられていかがでしたか？<あ>拍手起こってますねあ。ありがとうございます。で、ね、皆さん素晴らしかったですよね。ありがとうございます。いかがでした？そうですね。悪役自体を演じるのを初めてだったので、こうどういう悪役がいいんだろうって思ってたんですけど、ブラッド族自体のテーマが 悪いやつらだけどかっこよくてみんながどこか好きって思えるようなちょっとそういう悪役を目指そうっていう話だったのでなんかこう悪いやつだけどその中にかっこよさがあるエッセンスをそれぞれがあのボトルの振り方とか特徴的だったんじゃないかなと思ってます、はい、そのこう楽しかったこう今回「ビルド」っていう映画に出演されたわけじゃないですか、はい、今回、この今後の松井さんにとってこのビルドの映画に出演というのはどんな風に生かされていくでしょうか。はい あ悪役は楽しいなと思ったのでこれから先は悪女もできる女になりたいなと思いましたもうちょっとこれファンの皆さんも期待込めちゃうんですけど、はいあの「仮面ライダー」シリーズまた「はい」っていうお気持ちとか割られたりとかはあ今度はレギュラーで出たいなって思ってます、はい、でも、あのー、なんて言うんですかガジェットを開発する博士みたいな。 そういういポジションであの1話の中で5分ぐらい出れるぐらいがちょうどいいなと思ってます <laughs> そんな謙遜を、<laughs> はい、いやいや、でもそうやってまたさらに、ね、この「ライダーシリーズ」をお好きになっていただけたと、はいう形で嬉しく思いますなん具体的に言うとそこら辺で偉い人いっぱいいるから本当に来まますすよ、はい、<ー>よろししくお願い皆さん、ますすか、はい、ありがとうございます<あ>また未来明るいテーマがあるやもしれませんいや楽しみさせていただきたいと思いますが。<laughs>